はい、ユッキーの、喫煙道始まりました。今回は、サンプルでいただきました、こちら。キースの、マイルド。うん。20本入りで400円のタバコです。バニラが優しく香るキース。チャコールフィルターでスリムよりマイルドな味わい。あ、ははー、キースのあれか。キースのスリムのあれか。チャコールフィルターバージョンか。なるほど。ね、一本サンプル。こんな感じ。まあ、リトルシガー。それでは、吸っていきましょう。キースのスリムは、値段が380円なんですが、それよりも、なんとなく太い気がするな。これ太いな。キースのスリムよりか太いですね。直径が若干太い。まあ、キースのスリムより値段が20円上がっているんですが、まあ、太さが、まあ、太くなってるので、まあ、あとチャコールフィルターがついたってことだな。なるほど。うん。かなりマイルド。キースのスリムよりかなりマイルドになってます。うん。で、ほのかに、バニラ。うん。まあ、うん。まあ、きついのが苦手な人に。で、リトルシガーがどんなもんかっていうのを、確かめるというか、まあ、ね。リトルシガーの入門編みたいな感じだな、これな。うん、かなりマイルドになってますね。リトルシガーのスリムの、キースのスリムがいかに、きつかったかっていうのがわかる。まあ、うまいと言えばうまいんだけど、あんま物足りない感あるね。うん、まあ、でも、リトルシガーで、まあ、まだうまい部類ですよね。うん、やっぱバニラのこの風味がちょこっとあることによって非常に、初心者の人にもおすすめしやすい。ではないでしょうか。まあ、チャコールなんで、吸いやすい。えぐみがないというか、臭みがない。まあ、そういうのもあると思います。まあ、値段が20円高いっていう400円なのは、ちょっと気に食わないこともないんだけど。ちょっと気に食わない。チャコール。チャコールフィルターですね、これは。ああ、チャコールです。これを両切りスタイルで吸えば、
ワンチャン。そうでもないな。両切りスタイルですればいいということでもなさそうだな、これ。両切りスタイルにすると、両切りスタイルにすると、えぐみが実に強くなりますね。うん。まあ、キーススリムは確か、プレーンフィルターだったはずなんですけれど、この、フィルターはチャコール。ああ、チャコール。うん、割としっかりチャコール。うん、チャコールですね。うん、チャコールフィルターでございます。はい。まあ、まあでも美味しい。うん、まあ四つ星ぐらいだな。うん。それではご視聴ありがとうございました。